はい、皆様こんにちは、ラーニングエッジの清水です。さて、前回ブレイクスルー YouTube ということで、今を乗り越え未来に備えるヒントということでお届けさせていただきました。たくさんの方との対談インタビュー、昨今の緊急事態宣言が解除され6月に入り、これからどうなっていくのか、元の世界に戻るのか、それとも元の世界には戻らないのか、たくさんの議論がされている中で、これからの新しいビジネスの形をどうしたらいいのか、新しいビジネスに変えていかないといけない、新しいビジネスの形を取り組んでいかないといけないということだけは間違いない、と言われている中で、さあどうすればよいのか、今回もですね、たくさんの方から前回のブレイクスルー YouTube でですね、勇気をもらえたと、元気になれたと、たくさんの人にシェアをしたら喜んでもらえたという嬉しい声をいただいてですね、第2弾のブレイクスルー YouTube 1万人ライブ開催していきたいと思っております。今回もですね、素晴らしいゲストの方から応援するよと、僕もできることだったらなんかするよというたくさんの声をいただいておりましてですね、開催します。ぜひたくさんの方にですね、お届けしたい、このセミナーズ経営大学というね、新たに開設した YouTube チャンネルにですね、ぜひご登録いただいて、そしてたくさんの方にシェアをしていただいてですね、この未来に進む、今を乗り越える、こんな力をですね、届けたいなというふうに思ってます。新しいビジネスの形、単なるお金儲けではない、単なる収益のためではない、経済合理性のためだけではない、世の中のために立つ、そして結果としても生産性も働く幸せも増えていく、そんな形がね、ぜひ届けられたらなというふうに思っています。このアフターコロナの未来に向けて新しいビジネスの形を届けられるような、たくさんのインタビューをしてですね、ヒントが届けられるように精一杯頑張っていきたいと思ってます。ぜひ皆様のね、力添えがとても重要です。たくさんの方にシェアしていただくこと、チャンネルへの登録をしていただくこと、そして、実際にこんなこと聞いてみたい、あんなこと聞いてみたい、周りでこんな風に困ってる人がいる、だからこういうメッセージを届けてほしい、どんなリクエストでも構いません、一緒に作っていきたい、そんな思いでですね、これからブレイクする YouTube 1万人ライブということをね、取り組んでいきたいと思います。詳しくはですね、今後また情報発信していきますから、ぜひ楽しみにお待ちください。ありがとうございました。